俺なスクリーム結構見てんだよ。1と3見たんだけど2は見てない。でおすすめなのが最終絶叫計画。これは結構前に見てて、あれこれ続きあんのかなと思って調べたら2と4まであるんですよ、シリーズ。それで2と4借りたんですけど、まあちょっと残念でしたね。全くね、面白くないね。まあプロテイン買っちゃいましたよ。前ね、違うプロテイン買ってたね。ココアで違うシリーズの買ったんですけど、またホエイプロテインの理想の筋肉のためのです。3780円、ドンキーはもう最高だね。ホエイプロテイン、タンパク質と原料として吸収の良いホエイプロテインを 100% 使用してるだと。タンパク質 16.1? すっげー。あのね、プロテインって結構ボディービルダーとかそういう人が飲んでるイメージあるんですけど、違うんだよ。ヤマピーくんが言ってんじゃねえか。普段の歩きでも使うんだよ、筋肉は。だからタンパク質は必要なんだよ。浅田真帆ちゃんも言ってんじゃねえか。だからプロテインはみんなのためのプロテインなんだ。でも俺はめっちゃ運動してから飲むのがベストだな。もう汗わかりますか？これはもう全部めちゃくちゃ運動したんだよ俺よ。筋トレしたからこのプロテインが、あかんねん。俺前ココアだったからな、どんな味かわかんねんだ俺。ココアのが美味しかったかもね。あ、でもうまい。マックシェイクだね、ほんと。マックシェイクよりうまいかも。理想の筋肉のためにプロテインでした。 PDS 株式会社。てかポスター全部外したんですか？って勝手に外れちゃいました。だからめんどくさかったら全部外した。まあそう、プリン食べてますか？毎日食べてるよ、ほんと。もう朝から夜までもう全部食ってる。アメーバの焼酎ありがとうございます。ありがとうございます。ジャスミン、コメです。いつもご覧いただいて、どこですか？おれれい。おやすしよかったです。次の動画楽しみにしてます。ウィー、ウィー、カプリコうめえ。味噌汁ですよね。カプリコ美味しそう。ありがとうございます。